今日は、ハヒフヘホ、ハヒフヘハギョ、ハで検索しよう。走れ光太郎歌詞。これから始まる大レース、ひしめき合っていななくは、天下のサラブレッド4歳馬、今日はダービーめでたいな。走れ走れ光太郎、本命穴馬、本命穴馬かき分けて、走れ走れ光太郎、追いつけ追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュです。出遅れる。この歌い方もスタートダッシュで出遅れちゃったんで、もう一回これチャンチャカチャンチャカチャンチャカチャンってやるといいんだけど、このチャンチャカチャンチャカのリズムでずっと続けるのは大変なので、ツンチャンツンチャン割と簡単なんだよ。これから始まる大レース。ひしめき合っていななくは、天下のサラブレッド4歳は、今日はダービーめでたいな。走れ走れ光太郎、本命穴馬かき分けて、走れ走れ光太郎、追いつけ追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュで出遅れる。どこまで行っても離される。ここでお前が負けたなら、おいらの生活ままならぬ。走れ走れ光太郎、本命穴馬かき分けて、走れ走れ光太郎、追いつけ追い越せ引っこ抜け。この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして、慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース、本命は蛍の光、穴馬はあっと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで、先頭は予想通り蛍の光、さらに各馬一段となって為五郎、光源氏、臨シャン解放、メンタンピン、ドライチ、コイチ、コイコイ、ソルティシュガー、オッペケペ、コウタロウと続いております。第3コーナーを回って第4コーナーにかかったところで、先頭は予想通り蛍の光、光太郎は大きくぐっと開いて、さあ最後の直線コースに入った。あ、光太郎がぐんぐん出てきた。光太郎早い、光太郎早い。トップの蛍の光、懸命の疾走、これを光太郎が必死に追っかける。光太郎が追いつくか、蛍の光が逃げ切るか、光太郎か蛍の光、蛍の光か蛍の光か窓の雪、あっと驚く。開けてぞ今朝は別れゆく。なんだこの回数。ところが奇跡か神がかり、居並ぶ名馬をごぼう抜き、いつしかトップに躍り出て、ついでに騎手まで振り落とす。走れ走れ光太郎、本命穴馬かき分けて、走れ走れ光太郎、追いつけ追い越せ引っこ抜け、走れ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 光太郎、本命穴馬かき分けて、走れ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 光太郎、追いつけ追い越せ引っこ抜け。
このなんだ実況のところをこのソルティシュガーのリーダーがすごい早口で言うところがね面白いんだけど、それはとても言えたもんじゃないので、次がハヒフヘホの火火でね、ビパピプペポでもバビブベブボでもいいので、火でちょっと思いつかなかったんで、ビートルズが教えてくれたとか思いついたんだけど、それだとまたいつもの吉田拓郎路線になっちゃうので、あえてビートルズが教えてくれたは歌わずに、うん、違うの加藤登紀子独り寝の子守歌歌詞。時にゃよ膝小僧が寒かろう、女子抱くように温めておやりよ、一人で寝る時にゃよ天井のネズミが歌ってくれるだろう、一緒に歌えよ。一人で寝る時にゃよもみ殻枕を思い出が濡らすだろう、人恋しさに。一人で寝る時にゃよ浮気な夜風がトントンと叩きお前を呼ぶだろう、一人で寝る時にゃよ夜明けの青さが教えてくれるだろう、一人もんもいいもんだと、一人で寝る時にゃよララ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 ときこの一人寝の子守唄ここでちょっと麦茶を、今何分かな、お9分いい流れじゃないか次が、ハヒフだからフだね、フまあどうもね、ハヒフとかタチツとか濁点ついても丸がついてもいいって考えると結構あるんだね、うん、どうも濁点丸を避けてたのでそれつけると結構枠広がるんだね、曲数も、フ「ザ・ピーナッツ振り向かないで歌詞」
これはね、まあ、知ってる人は知ってるけど、あの女優のアンが主役した数年前の連続テレビドラマで、デートっていうのがあって、ちょっとあのオタクの青年とやたらお堅いあのお堅い変な変わり者のアンが、うん、オタクと変わり者の2人がデート恋愛してデートするというすごい、まあ、面白いギャグっていうかコミカルなロマンスの話で、すごい面白くて毎回見てたんだけど、その主題曲が最初にかかるのがこのザ・ピーナッツの振り向かないで、で恋とはどういうものかしらみたいなオリジナル曲がまた別の人が歌って、そのそれはエンディング曲かな、それもいい曲だったんだけど、で久々にそのもう何十年ぶりかで聴いたザ・ピーナッツの振り向かないで曲がすごくいいなと思ってそこから昔はそれほどとも思わなかったんだけどさ、自分が子供だったからザ・ピーナッツの魅力あんまりわからなかったんだけど、あの久々にそのアンのドラマの主題曲でピーナッツの聴いたら、あいい曲だなと思ったんで、振り向かないでお願いだから、今ね靴下直してるのよ、あなたの好きな黒い靴下、振り向かないでお願いだから、今ねスカート直してるのよ、あなたの好きなタタンチェック、これから仲良くデートなの、二人で語るのロマンス、を振り向かないでお願いだから、今ね内緒のお話なのよ、どうぞ向こう向いてちょうだい、振り向かないでお願いだこれはこれもいいのか、ちょうだい、から仲良くデートなの、二人で語るのロマンス、を振り向かないでお願いだから、いつも腕を組み前向いてきっとね幸せ捕まえましょう、イエーイイエ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 イyeah.
振り向かないでザ・ピーナッツ。これあのなんだっけな、歌詞がさ、あの頃の昭和の曲ってみんなストレートなんかさ多かったんだよ。いつでも夢をとか、上を向いて歩こうとか、こうなんだ、ポジティブ、すごくストレートな、こう希望を持ちなさいような、持ちなさいというような歌で、車に構えない歌詞がね多かったんだよね。でこれもさ、振り向かないでお願いだから、今ね靴下直してるのよ、あなたの好きな黒い靴下っていうふうに言ってて、まあどうってことない、これからデートする、その服装チェックしてる彼女に、彼女が彼に対して、今靴下直してるんだから振り向かないでねっていうのは、まあ他愛もない言葉が並んでるんだけど、最後の方がいつも腕を組み前向いて、きっとね幸せ捕まえましょうという、なんて言うんだろうな、うん、振り向かないでっていうのが、彼に私の方を振り向かないでっていう、すごい、うん、狭いこの男女の物理的な振り向かないでを連ねてきて、最後がこう精神面での前を向いて2人で歩いていきましょうという振り向かないで、幸せつかむ前に、あの前歩いていきましょうというような、すごいなんかこう教育的って言ったら変だけど、うん、精神面での振り向かないでにこう結論付けてるあたりがさ、うん、いい歌詞だなと思って、あ、そういう振り向かないでと、過去を振り向かず2人で前を向いて、腕を組み前を向いて幸せに向かって歩いていきましょうという歌なんだな。あの頃はそんなこと考えもせずにこの歌を聴いてたんだけど、昭和っていい歌が多かったな。で次は「へ」だね。ピンクレディーペッパーケーブ歌詞。ピーナッツも2人だけど、ピンクレディーも2人だね。まあピンクレディーもまあ昭和って言ったら昭和だよな。だったよね、うん、平成じゃないよね多分。うん、ピーナッツも昭和、ピンクレディーも昭和。これはイントロ吹けない、ちゃ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 かちゃかちゃかん、ペッパーケーブ邪魔をしないで、ペッパーケーブ私たちこれから、コードがもうできた、私たちこれからいいところ、あなたの言葉が注射のように私の心に染みている、ああ聞いている紫色したちょっとコードを上げ、キーを上げよう。ペッパーケーブ邪魔をしないで、ペッパーケーブ私たちこれからいいところ、あなたの言葉が注射のように、私の心に染みている、ああ聞いている、紫色した黄昏時がグラビアみたいに見えている、ああ感じている、その時なの、もしもし君たち帰りなさいと
二人を引き裂く声がしたよ。ペッパーケブン、邪魔をしないで。ペッパーケブン、私たちこれからいいところ。ペッパーケブン、邪魔をしないで。ペッパーケブン、私たちこれからいいところ。愛しているよと連発中が、私を殺してしまいそう。ああ負けそうよ。都会の空では奇跡のような、星空広がる夏の夜。ああ夢みたい。その時なの、もしもし君たち帰りなさいと、夢からうつつに戻されたのよ。ああ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 、ペッパーケブ、邪魔をしないで。ペッパーケブ、私たちこれからいいところ。次は歌いやすいかな。オーソドックスなフォークに戻って、星に祈りを歌詞。いいんだ歌詞。これブロードサイド4っていうグループが歌ってた、あの若者たちを歌ってたグループが。夜空の星に祈りを捧ぐ、その子の優しい瞳の中に喜びの涙が溢れて、生まれて初めて知った恋を求めて、離さずここまで来た。愛し合う二人の憩いのその涙を拭いて、笑顔を見せて、明日の明るい日差し
きよ浴びよ若い二人の行く手には今日にも勝る喜びがある C から始まり C で終わる俺としては一番弾きやすい安定のまあ大体俺が最近作ってる歌もほとんど無理やり C から始まって C で終わるんだらけなんだけど、あとは演歌調だと Am から始まって Am で終わるほとんどのまあ曲も俺流にすると C から始まって C で終わるようにだいたいできちゃうんだよね。髪とひげを伸ばして、これも C から始まる。本当は違うんだけど、僕の髪がもう C から始まるし、で旅の宿みたいにちょっとあの歌謡曲っぽいの、浴衣の君はで Am から始まる。だいたいだから C から始まるか Am で始まるかっていう感じで、あの、うん、特殊な F から始まったりG から始まったりするようなのもあるんだけど、割とそれは避けて通って、あの強引に C から始めるようにしてしまうと、カポの調整で。だからそれそのパターンを使えば、あの伴奏できない曲はないと言っても過言ではない。この星に祈りをなんかはその下手なあの小細工せずに最初からもう C から始まって C で終わる曲になってるから、うん、あの俺にとってはやりやすい曲だな。じゃあ今日はハヒフヘホ、明日はマミムメモをやろうと思います。では See you next day. バハハイ。